はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、アーキキャドのショートカット、僕がどんなショートカットを使っているのかっていうのを詳しくお話ししていけたらなと思います。まずですね、僕一番初め、だいたい1年、2年前かな、1年ちょっと前ぐらいなんですけど、アーキキャドを触り始めたの。その時から、ついこの間、1ヶ月前ぐらいまで、僕なんと、ショートカットキー全然使ってなかったんです。なぜかと言いますと、僕、基本的にあんまり調べないんですよ。いろんなビーバーさんとか、いろいろ参考にさせてもらってはいるんですけど、基本的には自分でまず、こうやって触っていって、あ、これはこういう風なんやな、こういう風なんやなっていうのを確認した上で使っていくんですけど、このショートカットキーね、まず僕ずっと1年生の初めの頃はスケッチアップを使ってたんですけど、そのスケッチアップはショートカットキー、感覚で全部押していって、なんとなくいろいろあったんで、それをうまいこと使ってやっていってたので、アーキキャドでもあるのかなと思って触っていたんですけど、思ったよりなんかないなと思いました、まず初めに。なんでいろいろ探してね、このオプションから作業環境のをたまたま見た時にキーボードショートカットあるやんって思って、ここら辺触ったんですけど、なんかあれ、他の、例えばコピーとか、あと移動とかグループとか、そういうのを自分でショートカット作ることはできるけど、こういうデザインの壁とかスラブとかドアとかをすることができへんなと自分で勘違いしちゃったんですよね。その時勘違いしちゃったので、そこからしませんでした。ですが、ついこの間ですね、ショートカット機やっぱり欲しいなと思って調べたところ、普通にありました。普通に出てきました。グラフィソフトさんが公式でちゃんと出してくれてました。そんな感じで僕ずっとショートカット使ってなかったんですけど、それを踏まえてですね、僕が今現在使っているショートカットキー、大体です。僕は基本的にもうマウスでぐるぐるっと、マウスで選択して、で、モデリングしていってたので、前の動画見ていただけたら分かると思うんですけど、 W で矢印とこの壁とかのツールを切り替えることができるよっていうのも言ったんですけど、それはあくまでデフォルトで今回書いてますので、それも参考にしていってくれたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずですが、今さっき出たんですけど、このオプションからですね、作業環境を押していただくと、ここにキーボードショートカットってありますので、クリックしてください。で、この画面が出てきます。ここはもう捨てておいて、ここの検索とかメニューとかがありますよね。これで、例えばですね、僕、今さっき言いました W で直前のコマンドと矢印を切り替えることができるよっていうのでしたら、矢印ってまず調べてください。なんでやねん。あ、ミスった。これね、エンターってやっちゃったら戻っちゃうんですよ。何回やったか。矢印出んのかい。じゃあコマンド違う、ね、あ、現在のミニ構造の時はテーマ別の全てのコマンド、あ、出てきました。テーマ別の全てのコマンド、もしくはこのアルファベット順、とりあえず全てのコマンドを出てくるようにまず選択していただいてから、キーになるものですよ。何でもいいんで、今回でしたら矢印でも直前でもコマンドでも切り替えでもいいんで、それを検索していただければこういうのが出ます。で、これを選択した上でですね、ここに現在の割り当てっていうのが、僕今 V ってなってるんですけど、デフォルトは W になってますけど、僕は V にしました。その理由は後ほど説明します。で、このとりあえず V にした方法なんですけど、ここを押しまして、今から W から V にしたいんですよね。じゃあ今から新しく設定したいコマンドだけを押します。感覚でね、選択してあげると使用中っていうのが出てきまして、上書きをすることができます。なので、ここは多分 V と押した時にね、 V は使用中のものは確かなかったはずです。あったとしてもあんま使わんなと思ったのだったはずなので、 V にしています。この上で割り当てをしましてから、OK していただいたら全部戻っちゃいますけど、 OK するか、もしくはまた次のものへ行くと
します。はい、次矢印直前のコマンド切り替えの V が終わりました。その後はツール全体的にツールを全部やっていきたいと思います。僕が設定しているのは壁、柱、梁、あとは塗りつぶし、あとスラブですかね。これだけ、この5つのツールをショートカットキーで選択設定しています。まずですね、壁、壁、はい、この壁を押しますと、今僕は壁を W でやってます。理由はウォールです。なぜですね、デフォルトで W が矢印と直前のコマンド切り替えだったのに変えたかと言いますと、このウォールっていう、まあ英語でね、英語の頭文字を取った方が分かりやすいし、まあ英語の勉強にもなるということで、基本的に頭文字を取りたいと思ったので W にしました。ってことで、先ほどのね、矢印は V に移動したというわけでございます。でですね、次柱ですね。はい、柱は P です。なぜ P かと言いますと、これも同じくピラー、まあ発音が合ってるか分かんないですけど、ピラーの頭文字が P なんで P にしております。その次は梁、はい、梁は B です。梁の英語はビームなんで B にしています。でその次もスラブいきましょうか。スラブは S です。そのままですね、スラブはスラブなんで S で、塗りつぶしですね、あ間違えた、はい、塗りつぶしは F、 はい、なぜ F かと言いますと、フィルだからです。そんな感じでね、ツールはこの5種類でやっていってます。で、その他にやっているのを紹介していきます。やった！まずですね、まあこれ今まで僕使ったことがなかったんですけど、めっちゃ便利やなというのがありまして、それがグループ化ですね。グループ化がコントロール G で設定しているんですが、違えた、あお、グループ化コントロール G です。 G がグループ化なんやなと思っていただければ、グループ化解除っていうのもありますよね。グループ化解除はコントロールシフト G で設定してあります。はい、その他にですね、あとは連続コピーですね。展開とか、展開の説明まだしたことないんでわからないかもしれないですけど、コントロール U で僕はしています。展開です。これめちゃくちゃ便利なんで、あ、展開に間違えた、連続コピーか。展開コントロール U で選択、設定してあります。でその他にはですね、はい、連続コピーですね。コントロールシフト V でやっています。連続コピー、こちらの場合はこの連続コピーじゃなしに、あ、これ連続移動コピーです。これはもう素直にその連続コピーをしたいやつをクリックして、そこからコントロールシフト V を押せば、もう簡単にポン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 と置けるよって、まあ、例えば点検とかキーとかポンポンポンって植えたいっていう時に使ったりしますね。まあ、これも便利なんで、ぜひ設定しておいてください。はい、ここでですね、僕がもうめちゃくちゃ推している2つをご紹介いたします。まずですね、こちら、はい、屋根シールで要素を切り取る、これねめちゃくちゃ便利なんで設定しておいてください。コントロールシフト C で設定してあります、まあ、これはねビーバーさんがこういうのおすすめだよっていうのを言ってはったんで、コントロールシフト C で設定しておきました。この屋根シェルで要素を切り取りっていうのは何ぞやって言いますと、まあ、屋根の高さで壁を切り取ることができるっていう、まあ、複雑な形状でも簡単に切り取ることができるよっていうツールです。これの説明また今度動画にします。でですね、これがまず一つおすすめなの、最近めちゃくちゃ使ってるのがこれです。はい、ソリッド編集です。シフト C でやってるんですけど、これすごい押しやすいですね。シフト C です。ソリッド編集は何かと言いますと、まあこれもまた後ほど動画にしようかな。このソリッド編集ね、めちゃくちゃ便利です、ね、これはまあ絶対使いこなしてください。これ使いこなせばどんな複雑な形状でも壁とかいろいろ何でもですね、いろいろ切り取ることができます。そのままですけど、ソリッド編集なんで、これを絶対に設定しておいてください。シフト C です。で最後にですね、もう簡単に何かしらやってくるよと、設定してくれ、設定の仕方があんま分からへんよっていう方向けに一つだけ設定したいと思います。は
はい、例えばこのダイレクトリンクを設定するとします。じゃあここにクリックをしまして、何にしようかな、ツインモーションから T じゃあかん、 T 上部コード、あこれいいわ、いらんからまあいらんと思ったら上書きしてください。この状態で上書きってなると、今現在の割り当てが出てきますね。ここの現在の割り当てが出てきましたらもう終わりです。設定完了です。いきますよ。こちら OK して T ってしますと、あこちらこのツインモーション飛ぶときはね 3D にしっかりしてから T と、ほら見てください、こんな感じでショートカットキーが、あーじゃあはい、ってな感じで、ね、今回ですけども、あーキキャドのねショートカットキーについてお話をしていきました。どうでしょうか、ショートカットキーってねめっちゃ大事ですし、まあ、何が大事かって言いますと、まあ、何よりも効率的、まあ、スピードがすごく速くなるという点で、まあ、すごい優れていますので、よろしければ参考にしていただければなと思います。その他も自由に、あともしあれでしたら、これも設定しておいた方がいいよっていうショートカットがありましたら、コメント欄で教えていただけると幸いです。はい、ということで今回の動画ですね、ためになったよとか参考になったよと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。